どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代女性の方です。同棲してる彼が節約志向で、私がちょっと部屋を離れる間の電気代も指摘してきます。基本は優しい人ですが、結婚したらひどくなりますか、とのことですが、どうですか？ひどくなりそうです、最終的にはコンセントブチブチ抜いていくタイプですよ、多分。なるほど。もう気になりだしたらいろいろ指摘してくるタイプでしょうから、それはね、ずっと言われ続けるんだろうなっていうふうに覚悟しといた方がいいかなって思います。このひどくなりますかって、結婚後だったら、今まあ一応同棲ってことでこう世帯は別々だけど、一緒な世帯になることでその家賃がまとまったり携帯代がまとまったりとかで、余計多分事情が増えるんでしょうね。そう、事情も増えるし、その性格がというか、その一緒に暮らしてく上でさ、良くないところとかもどん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 見えてくるわけ。ああ、その他今まで思ってなかったことが出てきたりってことですね。そう、その相手の性格とか短所とかが気になりだしたら、ずっとね、なんかここもじゃんここもじゃんっていう風に気になってったりとかするだろうから、そういう意味でね、どんどんそのちょっと大雑把なところとか指摘してくるかもね。だからまあその節約志向だから、まあ環境のことも考えたらね、電気はつけっぱじゃない方がいいですよ。ただその節約志向もどこまで節約なのか、例えばその節約したお金を使って、じゃあ2人でなんか楽しいことしようねとか、旅行行こうねとか、美味しいもの食べようねっていうゴールがあるんだったらいいよ。でも何でもかんでもケチケチされたらストレスはたまる一方じゃない。節約がゴールになってるパターンもありますしね。そう、なんか貯蓄額が増えてちょっとなんか通帳見てムフってするタイプかもしれないし、そこはさ、やっぱりこの質問からだけじゃわからないけれども、そのお金の使い方とか、そういうのがメリハリある人なのかない人かによってもさ、違ってくるんだけど、メリハリがないタイプだったらしんどくなってきそうだなっていうのはあります。だから、電気のつけっぱなしとかそういうのは気をつけるけれど、ちょっとたまにはこういうのにお金を使いたいなとか、そういう話し合いとかはね、する必要があると思います。なので、まあひどくなりますかってことは、じゃあもうひどくなるってことで、そう覚悟しといた方が本当無難ですよ。はい、じゃあこれを参考にしてみてください。こういった形で相談したい方がいらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。